罪にはならないイコールやっていいというわけではありません。歌舞伎役者の4代目市川猿之助さんが一家心中を図ったとみられる事件がありました。とっても痛ましい事件でしたね。この場合、どのような犯罪が成立するのでしょうか。まず、両親が心中に同意していた場合には、